これでせーの。沖縄に恋したら、うわーいいねイエーイ。沖縄瞑想で沖縄ハイサイ無数幼虫がらびだ、ウィエタ竹の分離一丁日初めての方やミーシッチョーティ歌うみせびり、いつも YouTube をご覧になっていただいてありがとうございます。本当に最近嬉しいこと、ウィエタさんの YouTube いつも見てますよ。なんか身近で聞いてるようでなんか楽しいですよっていう、メールとかですね、いつも動画を配信するとすぐツイッターにシェアしてくれる山明さん、去年は沖縄に来たんですね。空撮とかしてましたね。そんな人たちが増えたり、あるいは三線がきっかけで、沖縄に恋したらを新たに練習したいというあの課題曲に加える人とかですね、今日も嬉しいメールがありましたね。徳島の三線サークルの平井さんから、三振サークルで新しい仲間が増えてました、みんなでお聞こえを練習しませんかということで、って言って提案したら、あ、いいねいいねということで、じゃあ私が CD 買っとくよって言って、私に注文来ても困りますので CD の注文はこちらですっていうふうに教えてあげました。そしたら CD 早く予約発売は4月20日なんですけれども、順調にいってます。予定通りに、予定よりもちょっと早くことが進んでいるので、いろんな C 群が、おまけが、ついてます。先に、もう CD 予約入れて楽を送られて、三振の練習している人たちもたくさんいることも承知してます。YouTube の動画がじわりじわり、いろんな練習動画が投稿されてます。そして岡山でも、本家本元作詞作曲の玉木貞子先生もたくさんの人に教えたいということで三振練習動画も、今撮ってるようです。私も負けずに、いろんな応援してくださいではなくて、沖縄の歌をお聞こえを歌う人たちを逆に応援してあげようという気持ちで、下手ながらも、いろんなきっかけを提供提案できたらいいなと思います。そのきっかけの一つにウクレレです。私は前からウクレレは弾いてました、だけどコードを覚える気がないんですよね、いつも三振ウクレレ弾いてるけど三振の練習っていう感覚なんですよ、私にとっては。だからコードを覚える気がないんでしょうけどね。でもいつかはちゃんとコード弾きで弾けるように、したいんですけども、そこで、またこれまたきっかけですね。ウクレレを持っている方が三振始めている方非常に多いです。これも私よくメールが来ますので、でその時にウクレレで沖縄民謡のコードって探すのに苦労するんですよね。ほとんどないんですよね。だからもう、私は三振弾きで弾くんですけれども、あ、そうか、ウクレレを三振チューニングにすれば沖縄の歌を知ってる人なら弾けるんだっていうことを、なんか分からなかった人がいるようだったので、いたので、まあこれからもいると思うので、ウクレレを弾いてる人にも沖縄に恋したらが手軽に、三振がなくてもウクレレが恋したら手軽に弾けるように、ちょっとアドバイスっていうか したいと思います。まず私の場合、三振の場合は上から3弦ギターでいうと 1,2,3 ですけども、三振の場合上から 1,2,3 なんですね。B に合わせて B 原曲が B なんですね。で、私の声は低いので EB だとちょっと苦しいんですよ。だけど BB 頑張ってって、手抜きしちゃダメよ、楽して歌ったらダメよ、練習してって言われたので、 BB に歌ったらなんとなく声が出るようになったので、楽しないで、ちょっと私にとってはキーは高いですけど BB で、練習してます。そして女性の方は BB だとやっぱりきつい高いっていう方は
あの ADA に合わせたらいいと思いますね。 A シャープとか D シャープ A シャープに合わせてやると、沖縄の歌がすぐ弾けるようになります。合わせるとドレミファソラシドドレミファソラシドで、練習しちゃうわけです。でも楽譜はドレミファソラシドって、書いてる楽譜は少なくてクンクンし沖縄の楽譜で書かれてるケースが多いので、こう覚えちゃいましょう。愛をつどし情中釈光愛をつどし情中釈光って覚えてしまう。でこれで今度は四上四上中釈釈はフラットです。四上中釈光五六七声が出ないネルコールピューノールミセントゥ派生練習したので声が出ないですね。四上中釈五五六七五五六七って覚えてしまえば、まあ八もありますけどね、ここまで覚えてしまえば、沖縄に恋したらが弾けます。ちょっとやってみますね。三振あウクレレの伝承イコール私にとっては三振の伝承なんですよ。軽いし手軽だし車にいつでも積んでられるし、これからますますウクレレが活躍しそうです。三振の音色とはちょっと違う、琉球琴の音色ともちょっと違うけどなんか琴の音色にちょっと近いイメージがなんか私はとっても気持ちいいです。気軽に弾ける手軽に弾けるということでですね。でウクレレを持ってる方が三振を始める人が本当に増えてるのでまたいいきっかけになればなと、思います。そこでですね、三振の沖縄に恋しての練習私なりの楽しい練習方法なんですが、まず私だったらこの前も三振体験で初めて沖縄に恋してらを教えて気づいたことがたくさんありました。そして実際に自分も沖縄に恋してを恋したらを練習して気づいたこと感じたこと楽しいこと、今までは感じなかったことなどをお話してみると例えばいいよはいやスイ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 まだまだちょっとうまくいかないんですけれどもその歌いながら平手を入れるっていうのは本当に難しいことだと思ったまあ難しいですよことだと思ったんですが、この沖縄に恋したらを、練習し始めて思ったこと平手を入れながら三振を弾くまあ普通は三振弾く、周りが平手を入れてくれるそんなイメージよりも三振を弾きながら平手を入れる練習これが楽しいいつも言うんですけど右脳と左脳ともう中脳まで真ん中の脳まで働いてるようなイメージそれがすごい楽しいですね。ある人の、まあ、ある人っていうのはミナッチの、メールでちょっと感じたんですね。今平手の練習をしてます、三振始まってまだ1年も経ってない方がですね平手の練習してます YouTube 見てますなんか一生懸命練習しないといけないと思ったらまあ一生懸命っていうか、かなり聞きこなせないと平手って難しいと思ったんですがコツがあるんですねコツを教えてくださいって言われて私まだコツを掴んでない時だったんですよね。その時に思いました。平手を囃子を歌の一部として歌として練習したらあこれいけるなと、思ったのがいいよいいよこういいよはいやすい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 こうやってゆっくり弾きながら歌を覚えるような感じで三振に歌を乗せる歌に平手に三振を乗せるイメージにすると。いけるなってことに気づいたんです。もう一回やります。いい、いい、こんな感じで歌をつもりで。いいよ、はいや、
スイ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 、こんな感じですね。で最近はこうやってしながら話ができるように練習してます。今間違えました。三線を弾きながらこうやって話ができたらいいなーっていうイメージで練習してます。さあ元気よく歌いましょう。沖縄に恋したらよいしょーっていう感じでですね、こんな練習をするのが楽しい。あ、もう一回分かりやすく言うと、これ私のあくまでも感覚です。でもなんせ58歳で覚えが悪い私ですから、始めたのも50歳なんで、子供たちみたいにポンポンポンと覚えられないんで、これ感覚意識ですね。もう例えばこの歌口なんかはもう何回も練習すればいいんだと、するとこんなふうな話し方もできるのかなと、そんな感じで、もうまず行動パターン覚えるためには何回も、まあ例えば私も100回200回ぐらいは練習してると思うんですけども、それ以上だと思うんですけども、その行動パターンに、覚えるために脳がプログラムしてくれてるんだと思うんですよね。でその時に私流なんですが、エピソード楽しいっていう記憶も同時にインプットしてしまう、すると練習が楽しくなるんです。そんな意識をしてなかったぞっていう方はぜひ、意識してみてください。例えば沖縄の海に行ったら三線持ってウクレレ持って沖縄に恋してるルンルンと、演奏したいとかですね、あ今は右脳を鍛えてるんだとか、今は左脳を鍛えてるんだとか、そんな風に思ったら本当に頭が熱くなる感覚するんですよ。これも最初に、したんですね。まあそのイメージで記憶にはいろんなパターンがあって、まずはもう何回も同じことを繰り返すっていう行動パターンをプログラムする。そして一番私が楽しいのは、何をやっても楽しいのは、練習してる時にエピソード、まあ特にエピソードといったら私の場合こうやってやってる、その後に YouTube でこうやってみんなに配信できるっていう、まあエピソード楽しいっていう記録ですね。同時にさらに言うと、その記憶がいつまでも残って、あと1年後私が見た時に、あの時はかなり下手だったなとか、また自分に気づいたりとかですね、あとは後から振り返って、あ、これはこう言えばよかった、こうする、こう伝えればよかったとか、自己反省にもなるっていうかですね、そんなことで三線を楽しんでます。次は三線でやってみたいと思います。ぜひウクレレをやってる皆さん、もし沖縄に恋したらこの歌いいな、沖縄大好きな皆さんいいなと思う方は、ぜひCD ご予約、まあ興味どうさに、ま、お待ちしてます。そしたら楽、その前に、三線中コードが私が教えられたらコード弾きも今度チャレンジしたいと思うんですけども、愛おつろし上中尺高ドレミファソラシドドレミファソラシド、これでなって練習したらいいと思います。今日の沖縄ちょっと暑いんですけれども、風がすごい強いです。ビュー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 吹いてますね。もしかしてそのビュービュー風の音まで入ってるかもしれません。では今度は三線バージョンでちょっとこれから練習する方に、アドバイスできたらいいと思います。またやります。
Thank you.